ジョージ・ロバート・カーターは1903年から1907年にかけてアメリカ合衆国自治療ハワイ準州の知事を務めた人物。カーターは1866年、実業家の父、ヘンリー・カーターと選挙医、デリット・ジャットの娘であるシビルの子として、ホノルルに生まれた。ホノルルのマッキンリー高校を卒業後、アンドーバーのフィリップス・アカデミー、イエール大学で教育を受けた。 1982年4月19日に、イーストマンコダック社の社長、ヘンリー・ストロングの娘であるヘレンと結婚し、4人の子供を設けた。シアトル国立銀行に勤めた後に、ハワイに戻り、ホノルルのシーブルワー &CO ーー社に、勤務、1898年から1902年に、かけて、ハワイアントラストカンパニーやハワイアンファータルザー、 カンパニーといった会社のマネジメントを手掛けた。また、ハワイ銀行やアレクサンドルボールドウィン社のディレクターも兼務していた。1901年、カーターはオアフ島からハワイ準州上院議員に選出されると、ハワイ領土問題に携わる担当責任者として任命された。1903年には連邦地裁判事となるため辞任したサンフォードドールの後を継いで、 ハワイ巡州知事に任命された。1905年に新しい行政区画として軍を導入し、現在に至っている。1907年に辞任した後も政治家として活動を続け、1933年2月11日に死去し、オアフ島の墓地へ埋葬された。また、ハワイ歴史協会のメンバーとして参立した、ハワイ王国時代の書籍集積や、 歴史研究に尽力しており、そのコレクションは1922年にミッションハウスミュージアムへと寄贈されている。ありがとうございます。